日本神奈川県海老名市東柏ヶ谷東柏ヶ谷は神奈川県海老名市の町名。現行行政地名は東柏ヶ谷1丁目から東柏ヶ谷6丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は243-0401。市内北東端に位置する。市内は住宅と工場が大半を占める。西田柏谷及び綾瀬市寺尾北、北で、 ザマ市相模や座ザマ東原及び、ザマ市ひばりが丘、東で、大和市城、草柳、大和市桜森及び、綾瀬市、立川、南で、綾瀬市大城と、それぞれ接する。周囲を、ザマ市、大和市、綾瀬市に囲まれ、海老名市の立地域とは、柏ヶ谷と100メートルほど接しているのみであり、ほとんど飛び地のような状態になっている。面積は、以下の通りである。 住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば東柏ヶ谷4-24-11の,の,の地点で16万9000円平方メートルとなっている。もともとは柏ヶ谷の一部であったのが京浜工業地帯からの工場移転に伴う人口増加によって単独の町として成立した2018年2月1日現在の世帯数と 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道主要地報道東柏ヶ谷1丁目等柏ヶ谷2丁目等柏ヶ谷3丁目等柏ヶ谷4丁目等柏ヶ谷5丁目等柏ヶ谷6丁目。ありがとうございます。